私たちが先だったけどね。スクールアイドルに関わるというのなら、この私、世界のセンターこと矢沢ニコの名前を覚えておくことね。なんかバスケットボールプレイヤーみたいにゃ。ニコちゃんの言うことは半分くらい聞き流しておいて大丈夫よ。あなた、あまりアイドルに詳しくなさそうな顔だしね。私が重要なことを教えてあげる。そう、センターポジションについてよ。ライブが成功するかどうかはセンターポジションにかかっていると言っても過言ではないわ。センターポジションといえばユニットの中でも花形、場合によっては曲のイメージがガラッと変わることもあるんです。同じユニットでも曲によってセンターが変わったりするもんね。そうよ。とりあえずはこの矢沢ニコをセンターにするのがおすすめね。気にしなくていいわよ。それとしてセンターポジションについては知っておいた方がいいですね。はい、一緒に勉強しましょう。歌ってやっぱりすごいなって改めてそう思う。まあこのようにセンターポジションは超重要なのよ。センターポジションはアイドル自身にとっても名誉の証なんですよ。まあ私はニコちゃんみたいにセンターに興味があるわけじゃないからどうでもいいけど。ほほーん。な、なによ。またまた。知ってるんだからね。密かに自分がセンターの時のために曲を作ってるの。ちょ、別にいいでしょ。センターのイメージに合わせて曲を作るなんて普通じゃない。うわー、どんな曲なの？すっごく聞きたい。そんな大した曲じゃないし。私も興味があります。よくここが分かりましたね。うちにはこれがあるからね。おお、殿下の宝刀タロットカード。ここで待ってれば待ち人を来たるって。さすがミューズのスピリチュアルリーダー。今は新人さんのオリエンテーション中？うん、いろいろ体験してもらっているところ。すごく覚えが早くてすごいです。まあそんなにできないわけじゃないよね。じゃあちょっと応用編。ライブ中には特技を使ってアピールすることができる。特技を使うことでライブの雰囲気が大きく変わりますね。ちょっとやってみようか。リンと花代と仲がいいのかって？別に腐れ縁みたいなものよ。いい感じ。ただ一度のライブで何回もチャンスはないやろうから、ちゃんとアピールは考えてせんとね。なるほど、勉強になる。ほのかが勉強してちゃダメでしょ。いやだな、海ちゃん。改めての確認だってば。リンもね。何のことかにゃ。リンちゃん、そういえばのぞみ、エリが何か言ってなかったっけ？そうや、エリチが生徒会室に来てほしいって。なんだろう。紹介もしたいですし、行ってみましょう。うん。はじめまして。みんなと一緒だったのね。うん。私は綾瀬エリ、3年生。音の木坂学院の生徒会長もしているわ。エリちゃんはミューズの活動と生徒会活動を両立してるんだよ。しっかり者なので頼りになります。どこかの3年生と違ってね。うん、何か言った？騒がしくてごめんなさいね。ともかく無理を聞いてくれてありがとう。これから私たちの手助けをよろしくお願いします。よろしくにゃー。わからないことがあったら何でも聞いてくださいね。まあせいぜい足を引っ張らないよ。いざ、ちょっとのぞみ。ゆっくりでええからね。一緒に頑張ろう。よろしく。一度にいっぱいお話ししちゃいましたけど、一緒に少しずつ進みましょう。ええ、これから末永くよろしくお願いします。